格闘入れてやろうか。うわ、7は5しかねえ。ああ5時から弁当作らなあかんと思ったら寝れんくなってもて、だから4時半から起きてます。おはようございます。弁当を作りましょう。その前に薬を飲まなきゃ。おはよう。あっびっくりした。とりあえずお皿をもらっていく。2階はお皿もないんです。あら、エミが4時半に起きてよ。うん、まあ、エミちゃん、もう帰れる。うん、ありがとう。使うよ、もちろん。使います。ありがとう。だし巻き、じゃあ私卵焼かんね、焼かなあかんね。キャラ弁をリクエストされとるからさ。わ、大変。ありがとうございます。ママちゃんがお弁当のおかずくれた神様。ゆうちゃんが起きた。おはよう。とりあえずパパッとお弁当の材料を用意していきます。ココナ君修学旅行なんで使い捨ての弁当箱って言われてます。でミニトマト入れろって言われとんと、果物、ゆうちゃんがこれでいいやんって言ってチーズインハンバーグ、ウインナー焼かなかで、ベーコンチーズ巻いたやつがいいよね。吸っとんかわからんけど、とりあえずウインナー焼くか。ココロくん6年生修学旅行最後のお弁当ですね。今日お手紙を書いてきました。弁当の上にお手紙を置いて読んでもらうっていうのがなんか主流だそうです。ミミネが言ってました。お手紙書いときよって言ってた。でもそのさ、手紙をさ、開けた瞬間のさ、心の表情が見れないっていうのが残念やね。どんな表情で手紙を読むんでしょうか。ラップをかけて温めてください。肝試しするって言っとったけど、俺は怖いから絶対にやらへんって言ってきたらしい。ほんでなんか、今時の小学生の修学旅行の定番は告白タイムみたいなのがあるらしくて、好きな女の子に告白するんだと。知らんけど、私は小学校の時そんなことしてなかったけど、もう肝試しはあったはずやねんけど、告白タイムなんかあったかな。私はね、広島やったよね修学旅行。心くんの好きなハムチーズ、中学校に上がったら給食かお弁当か選べるんよね。頼むから給食にしてくれって言ったんだけど、なんか申し込んだら給食が食べれるんよね。もう心くんも6年生か、早いな。皆様おはようございます。今日はこれから入学式というわけで、緊張してますか。うん、緊張してるの。うん、動きすぎ。ビシッと立つ。お友達できましたか。はい。何人。100人つなぐで3人できました。あれ2人じゃなかった。1年生で2人やろ。え、3人やで。あ、3人な。じゃああと97人そろそろ落ち着いてほしいところなんだけどな。この前も友達を殴ってしまった事件がありの、まだまだ忘れ物しいの。大変ですね、6年生6年生でさ、お友達殴ることある。でも私、小学校の時すごい仲悪かった子に殴られた記憶あるな。ランドセル持って振り回されたっていう記憶があるわ。6年生そんなもんやったかな。ななちゃんの時よりさ、お弁当が豪華になんねんけど大丈夫かな。ななに怒られへんかな。卵を焼きます。黄身と白身を分けて焼かないといけない。今日耳ねえからベランダのお掃除するかって、大掃除の時期なんでね、ベランダのお掃除するかって言われてんねんけど、めんどくさいな。めんどくさい。夜中にさ、めっちゃ猫に起こされんねん。特にレイチェルとさくら。どうしよう、今日お昼食べに行くのかな。ママに作っといていいや。最近ココロくん珍事件が多かったですけども、動画でも分かる通り、ココロくんどんどん優しいところもね、成長してきてるんで、大丈夫やろって感じやけど、大丈夫だから。優しさだけ育ってくれたらいいのにな。そうはいかんの。黄身と白身だけ。今映ってるんかな、ここで。こんだけ材料あったら足りるやろ。片付けはきっとゆうちゃんがしてくれると思うんで。まあ、ゆうちゃん来とった。難しいよ。え、うま。自分で言うなよって。見て、ほら、スプラトゥーン弁当。うまくない？え、うまくない？スプラトゥーンに見えるやろ。え、これでいいよ。今日5時43分弁当できました。一応包んどいて、ココロくんにどんなお弁当か見てもらって反応をね、見ましょう。
さあ、1回目の目覚ましが鳴りましたよ。1回で起きましょう。夜中に3回ぐらい起こされるけど。何も1回寝ようとしよう。起こして、マジで。ナナ、ここー。起きてきた。起きてきたぞ。ピンちゃん。小学校ラストの、ほら、お弁当見て。小学校ラストのお弁当。ほら、クッキーソナス良かった。どう？これ何？ぶどう。おー！スプラトゥーン。すごいよ。キャラ弁で良かった。いいよ。多かった。もうカバン持ってきて。はい、入れましょう。弁当入れるやろ。カバンにいいよ、そもそも。でっかいカバンないん、リュック。頑張っても入らへんよ。チェーンソーマン読んだよ、昨日全部。おう、出た。おっぱい揉みたいだけやったな。おお、あくび。パパがカバン貸してくれるって。うわ、この雑さ足りない。誰に似たんでしょう。ゆうちゃんに似たんです。お弁当、ひっくり返さんといてな。うん、うん。な、キャキャラ君。頑張るわ。頑張れ、頑張れるや。タウン、タウン系。毎朝恒例、猫ちゃん。なんか忘れ物してそうやな。あれ、奈々寝たで。うん、奈々まだ寝とうで。え、起きとってんの。いや、寝たで。なんか意識ぶっ飛んだみたいに寝とる。え？しかもなんか首なくなってるで。なら、おい、これ首は痛くなるやろ。まあまあいいや、畳んどった方がいいかもしれない。こうやな。あざす。こいつの部屋汚い。ロリカだな。おう、行くの早いですけど。楽しい思い出作ってくるのよ。悲しい思い出は嫌やで。苦しい思い出はやめてよ。苦しい思い出は嫌やで。お土産買ってくんなよ。お土産いらんで、マジで。ポケモンカード買ってくる。いや、それをやめて。ゆうちゃん、顔、顔。うん、ゆうちゃん、顔。ごめんよ、これ。もっとニコニコ。もっとニコニコして。朝からもっとニコニコして。ゆうちゃん、眉間のシワ怖っ。だって、ゆうちゃんいつもこの顔やん。もっとニコニコしいよ。ニコニコに。パンツ、ズボン。もうなかったね、これ。チーズピザだ。肉食べたかったのに。弁当に入ってるって。弁当、俺昼ご飯やで。心くん、修学旅行どんなことをするんですか？わからん。わからんの？寺から寺に移動していくだけどうぞ。ごめんなさい。頼むから楽しい思い出にしてる。何回も言われよ。あれ、そういえば、ツモンどうするん？友達がうるさすぎて。行くんか、あんたは。それで20分。行かへん。なんでよ、帰ってきたら不問や。久しぶりに髪のネットをしてもらってます。後ろは治ったんで大丈夫です。そわそわしてます。お弁当崩してくるからガスガス。やめてな。あ、せっかくスプラトゥーンにしたのに。あら、大荷物ですね。おだば、行ってきます。自然学校よりは、ね、少ないで。いってらっしゃい。ちょっと待ちいいよ。何ですか？パパ待ちいいよ。お前忘れてた。ココラくん、できます。賢くね。あ、頼むで。起きてるで、多分。なんかあった？何もないねんな。先生とかからの電話は何もない。あー、母ちゃんかわいい。ひまわりの案件と。え、死ぬかった。体がだるい。歩くのがしんどい。何が一番楽しかったの？英語村。あ、英語村？昼ご飯、今日の昼ご飯。そうだね。
ママのお弁当どうやったんかとか言いなさいよ。ママのお弁当美味しかったよ。手紙読んだ？うん。頭に洗濯ちゃった。え？あった。ちゃんとポケットから抜きました。お前3000円分何に使ったんよ。今回修学旅行が旅行になるから3000円分の給付が出るんよ。一人。ああキャンペーンみたいな。あそうそう。でそし粗品が。やつ足やつ足やつ足。わ耳ね、やつらしあげてえこれあげるならずそれ全員共通のもんあげる多分これあげる何それマグネットおお。すごい残念ながらな、石じゃないから触れんねんおぉなんでマグネット多いマグネットそれもおそろマグネットおそろ幸せとあね。これおそろこれはいいと思うでって言ってくれたやつこれは俺がただ単に欲しさで買ったやつアメちゃん、うん幸せと服を願った、うんはい、まだあんであかわいいまだあんでまだあるお土産これがっていう友達と合わせたコマ、うん、もう一つ、うん、おみくじしてきたおお何やったん、で普通のおみくじかと思ったら恋みくじで前俺が言っとったやつのことで、まあ、運勢確か見てみようと思ったら今日マジか引き強いやもう言わへんなんで耳根がそうやって聞くから嫌やなんであげんであちょうだいよいいねこれ好きさんにあげるわもう選ぶな心くん大丈夫かな呼び出しされへんかな、うん、先生にな、うんずっと言ってました喧嘩してないかな人殴ってないかな次は奈々ちゃんですね再来年自然学校みんな休み行かへんのかい行け修学旅行は休むらしいですどっちも休むんだよお泊まりしたくないねんけど金が欲しい何食べ方ちょうだい無理ちょうだい無理ちょうだい無理はい、修学旅行お疲れさんでした